ラッキー。ララ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 ラ その時、何にも言えなくて、俺、ただ立ってるしかできなくてさ。うん、すごいんだよ。このクソガキども、人の店の前で飲むな。人聞きが悪いなぁ、もう。誰かに聞かれたら誤解されるじゃないっすか。僕らは未成年ですよ。二十歳になってから。そうですか、それは失礼いたしました。確かに一滴たりとも飲んでおられるようにはお見受けできません。 Yes, of course。じゃあ、とっとと、どこか行っちゃってくださいね。No problem!君たち、なーに悪いことしてるのかな？ノーティー？Oh no! I'm a good young man, Betty! You blend in with our meeting? Nanu nakama? Let's try together advance! The cause of world peace!なんでここが君の縄張りなわけ？だったらワンちゃんみたいにマーキングでもしとけば。まずそこの電信柱が君にはうってつけみたいよ。あれ？気に触った？ワンちゃんってすっごく可愛いけど。アホね、犬以下。ショーゴ、それ多分言いたいことと違ってる。
私はかけたくない気分だったの。12時だね。正午は電車の話、もう読み終わったの？待って、まだ正午は感想言っちゃダメ。私が全部読んでからだよ。それがマナーなんだから。正午は今何してたの？待って、私、正午の好みのテレビ当てるから。あ、待って、もうちょっと。テレビ欄。わかったよ。これだよ。これしかないはずだよ。一緒に言おう。せーの。愛の貧乏救済大作戦。恋の超特急列車でゴーゴー。ほん？今、なんて言ったの？はあ、それってなんちゃん？これ、正午の好み？じゃあ、私も好きになるよ。ううん、大丈夫だよ。私も正午と同じの見るんだ。同じの見ていたい。泣いてもいいもん。私ね、あの夢、まだあの夢の続き見れてないんだ。でもね、見れると思うんだ。きっと見れるよね。光にもう怯えない。
この夏を逃さない。ついてきなよ。秘密があるの。都内をぐるぐる回る電車と千早と都内の間を行ったり来たりする電車、どっちに乗る？違うよ、どっちに乗るのが好きか聞いてるんだよ。ことじゃなくて、どっちが正吾の好み？違うよ、鹿電話なし。いい？同じところをぐるぐる回るのと同じところを行ったり来たりするのと、どっちが好きかってことだよ。私はタクシーに乗る。違うよ、全然。私知ってるんだ、これが昆布の卵的発想っていう
やつでしょ。なんで笑うの。こんにちは。シャオリンね。アガオリンね。ヘイ、スマイル、エチョンね。Go!